それではボートレース大村の展望番組をお届けしていきます。本日も解説をしていただきますのはスポーツ報知の長谷明則記者です。長谷さん、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。7日間の超ロングランシリーズで行われています創刊75周年記念スポーツ日本杯、本日4日目予選最終日を迎えました。さあ長谷さん、大村は昨日から雪が降って今朝は雪化粧の朝となりましたね。はい、長谷さんも今日はねちょっと曲着込んでいらっしゃいますよね。あ、もうあの寒がりなんですよ松村さん、薄着ですよね。ちょっと室内だったので、いやなんかね、はい、寒いんですよ。外も寒い、懐も寒い。おい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 そうなんですか。うん、頭も寒いよちょっとね。はい、おい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 。何も言ってないですよ。でも本当気温下がったね。そうですよね。雪降っ、やっぱ降るんですね。もう長崎でも今日ねすっかり積もりましたよね。長崎、いや今日も雪だった。今日はか。なんかでも降りましたね。はい、うん。昨日からちょっと、ね、雪が降ったということで、はい、昨日は強風ということでね、8レースから安定版、そして11レースから周回短縮でレースを行われましたよね。そう、あのね、暴風ネットの、ね、おかげでね、はい、風にはだいぶ強くなったんですけど、さすがに昨日は10メーターぐらい吹いたんでね、強かったですよね。だからやっぱそういう状況になりましたよね。だから選手ももう安定バッチでバタバタしてた。あ、そうなんですね。そんな中、ね、3日目行われたんですが、本日は予選最終日ということで気になるのが得点率争い。気になるね。はい、で3日目終了時点となりますが、1位につけているのが小林選手となっております。ここまで4戦3勝とすごいですよね。成績いいですよね。昨日も急に安定盤ついて、はい、3着だったりの、ね、道中の動き見ると全然悪くないですね。むしろやっぱいいですよね。はい、そうですね。さあ、その小林選手なんですけれども、今日は3レースの6号艇、そして9レースの3号艇の2走となっております。今日はちょっとね、ソフト枠も6号艇というところで外枠ともなっていきそうですけれども、うん、このままトップを守りきれるのか、そうですね、注目となりそうですね。はい、さあ、そして2位につけているのは地元の下條選手となりました。昨日は6枠でしたけれども、しっかり3着にまとめてこられましたね。そうですね、やっぱり、ね、今までと、はい、オール3連単守ってますからね。うん、そうですね。はい、さあね、その下條選手は6レースの2号艇、そして11レースの4号艇での2走となっております。さあ、そして3位につけているのが矢野選手となっておりますが、矢野選手、改めて船足などいかがですか。よく見て普通ですよね。強調的なところないんですよね。はい、でも、まあ、キレキいろいろ考えると、まあ、普通には動いてるんでね、まあ、レースできるくらいはありますよね。はい、でも威張れるところないですね。あ、そうなんですね。はい、だからね、現在のところしっかり3位につけております。うん、まあ、その矢野選手、予選は4レース4号艇での1走となっております。さあ、そして4位につけているのがですね、はい、竹之内選手なんですけれども、うん、2日目から3連勝ですね。いやー、極めてますね。初日1走目6着から333反撃返しましたね。すごいね、3連勝ということで。いやいや、いいレースしてますよ。うん、足などはいかがなんですか。足はね、大したこと普通はあるっていうのは、はい、これあんま良くないモーターなんですよ。前回が、はい、悪かったんで、はい、竹之内選手聞いたら、それ聞いてたんだよね、どうかと思ったけど、普通は十分にあって、なんかバランスが取れてレースできる足ありますよってことでしたね。そうなんですね。はい、さあ、その竹之内選手、2レース本日は2レースでの3号艇、そして9レースでの4号艇での2走となります。さあ、このまま連勝を伸ばせるのか。いやー、というよりもなんかね、しっかりね、順位申請の高額取ってほしいですね。うん、そうですよね。さあ、それではその予選なんですけれども、今節は陣営進出戦が行われますので、ベスト24までが予選突破となっております。その気になる予選は本日の第11レースまでとなっております。ぜひ得点率争いにもご注目いただきながら、最終レースまでお楽しみください。ということで、本日長谷さんには2レース予想をいただいておりますので、それではまずは1つ目のレース見ていきたいと思います。まずは1つ目のレース、第11レース予選最終レースを挙げていただいております。注目ポイントです。伸び型の白川優選手は大村のイン9連勝中、出足型の下條雄太郎選手が迫ると挙げていただきました。
白髪選手の、ね、足は、ね、伸びを中心にいいんですよね。やっはい。ぱずっとこれね、56号機で伸び寄りだからね、やっぱその伸びが光ってますよそうですね。ね。進入前付けはないと思いますね。枠止め3対3でしょうね。白髪選手が白髪様になるのかどうかってところでしょう。ここね、1号艇ですからね。そうですね、白いカポックですね。ね、やっぱり院選も開幕で大村、9連勝してますからね。強いですね。スタートも早い選手ですんでね、しっかりこう決めてね、予選ラストね、白星飾っていただきましょうか。さあ、相手探し、やっぱりね、4号艇にいる下條選手がやっぱ一番のライバルでしょうね。今節はね、オール3連単、まあ、どのコースでもレースできますからね、出足に寄せて調整してますからね、そうだでかすらね。冷えてると回りすぎの症状が出ることがあるんでね、本人も昨日はね、うまくそのあたり調整していきたいと言ってましたよね。しっかりあれば回って押してますから、彼のターンがいきますよそうね。ですね。さあ、で3番で評価はセンターにいる大場聡選手ですね。まあ、みんな見てる大場ビーンさん、大場ビーンって言ってるんですけどね、大場さんはレース前ですからね。そうですとね。いうのも、2号艇、比地谷選手、これ15%のモーターなんです。そうですね。インでは1回勝ってるけど、後のレース後はっていうのはやっぱ伸びないって。そうなんですで、伸びね。求めちゃうと出足までなくなっちゃうと、やっぱ15%は15%じゃないですかってちょっとね、言ってましたからね。そうなんですでね。も、比地谷選手はスタート行くからね、なんとか粘りたいところでしょうね。ただ3と4どっちかが攻めてくる可能性がありますからね。山西選手は今節1走目の陰線の時は道中ずるずるターンマークが、周りが全然でしたけどね。そうでしたね。でもプロペラ調整していて、その時は思えば上向いてる。まあ、といっても普通くらいでしょうね。大場弘隆選手はね、出足系統、まあ、レース足がいいと思います。まあ、コース遠いんだけどね、まあ、ちょっと軽視はできないけどね、気になるけど、でもちょっと印は回しませんでした。まあ、買い目としては白髪選手から、もう軸はもう下條選手2着に決めつけようと思ったけど、一応大場聡選手センターいるんでね、134は入れておこうと思ったよね。143、134と145、3点まず買い目を出しました。分かりました。まず買い目ですけれども、1番の頭から4番、3番の2、3着折り返し、そして1番、4番から3着、5番上げていただいております。さあ、そして狙い目も上がっていますね。下條選手の逆転ですね。出足関係しっかりしてるので、調整合えばいい足なんでね、前足幕出しが入る可能性あるんじゃないのかなと思ってます。下條選手、前半6レースは2号艇ね。そうですトップね。の小林克樹選手の動向次第で、もしかすると予選トップがかかるレースになるかもしれませんよそうでね。すね。センター、いいとこあるんじゃないんですか。しっかり聞くれば、幕下41、413、415、2点、ちょっとここも狙い目で出しました。分かりました。狙い目ですけれども、ここは4号艇の下條選手の逆転ということで、4番、1番から3着、3番、5番上げていただいておりいまずれにす。しろ、これ、ね、1と4のね、争いかなと思っております。分かりました。さあ、それではこちらの第11レース、このように展開予想を上げていただきましたので、ぜひ参考にされてお楽しみください。さあ、それでは長谷さん、あのコーナー行きたいと思います。せーの、困っ困ったた時時のの長長谷谷田田ののみ。さあ、それでは長谷さん、本日の困った時の長谷田のみですけれども、い。褒めレース、アナレース、どちらを挙げていただいなんたかでしわょうけわか。かんなくなりましたね。でも、安定板ついたりすると、やっぱりね、うちが強いんですよね。そうですね。今日も風がどこまで吹くか、安定板はつかないとは思ってるんですけどね。でも、これは分かりませんからね。そうですね。ちょっと直前の情報も踏まえてとなってきそうですが、本日の困った時の長谷田のみ、どのレースを挙げていただいたんでしょうか。続いてのフリップ、ご覧ください。本日の困った時の長谷田のみ、第9レース挙げていただきました。まず本命がこう1号艇で私ないんですよね。小林選手、そうですやっね。ぱり昨日までの足見てるといいからね。進入は枠なりを想定してます。枠なりだと思います。ただここはね、激戦な気がするんですよね。そのまま1本命してもいいけど、3本命した理由というのはやっぱ船足ですよね。スリットウォーキングが小林選手いいので、やっぱりこう中心した。でも
1と2、フライング持ってますけど、スタート行けば1の逃げもあるんじゃないのかなとは思います。そうですね。大橋選手はね、はい、これ数字 25% しかないけど、全然悪くないと本人言ってましたね。タイムはまだもうしっかり出てるからね、はい、普通は十分にありますよというお話ですからね。なるほど。だから内寄りの3人の争いかなと思うんだけど、はい、ダッシュ勢にはまあ好調な竹之内選手もいるし、そうですね。お通し選手もね、こう調整合ってる時に押す感じもあったりしてね、足全然悪くないんですよね、うん、6号艇高田選手皆さんこれ19号機ですからね。そうですね、成績は悪いんだけど展開がね恵まれてないだけでね、はい、足はやっぱこれいいんですよね、うん、だから混戦なんですよ、はい、でも3の本命をしましたんで、はい、まあ、3から買う、まあ、幕へ出せば内が残るし、幕ってくれたら外にも出番があるということで、うん、3の頭から1-2-5、1-2-5、そして1-3からの2-5ってちょっと点数多いんですけどね、もう買い目からこう点数が多いんですよねこれね。ね、ここは買い目、まず小林選手まず本命ということで、はい、3番の頭から1番2番5番の2-3着、そして逃げのフォーカスも1番3番から3着2番5番挙げていただいております、はい、さあそして注目の狙い目です ねフライング持ちが1の2いますからね、はい、そして小林選手はスタートの速い選手だし、うん、行き足がいいなら攻めていく可能性が大いにあると思って本命したんですよね。はい、皆さん知ってますか、この大村のモーター2トップというもの19号機と76なわけですよ、うん、そうですね、高倉君そろそろ来ないかな、それを来ないかなってずっと言い続けてますからね、私はね、言ってますと、6号艇ならチルともう一丁跳ねてくれないかな、1とか 1.5 とかにね、もちろん水面次第っていうのはあるんだけど、はい、ちょっと忘れた頃のな19号機が来たら嫌じゃないですか。そうですね、実際ね、コンセプトで言うとね、やっぱりね、はい、気力としてはこの小林選手と高倉選手これ上位なんですよね。そうですね、じゃあやっぱりこのモーターで3と6変えましょう、3663買っておきましょうよ。はい、だ高倉選手最近ね6コースからあんま1着ないんだけど、うん、展開さえあれば突き抜ける足ありますからね、一応63も行きたいというところで、はい、欲張ってモーター重視の3663お願い。わかりました。ここ高倉選手のちょっとチュルトも注目してと、そう、僕としては、ね、もっと跳ねてほしいなと思ってるんですよね。で彼が前期見たんですよ、はい、勝負どころの時はチルト跳ねたいと思ってるって言ってるから、そうなんですね、まあ、今日前半ね、はい、1レース走りますけどね、ちょっと重心戦に厳しいんだけど、はい、ちょっと一発期待してますからね。わかりました。ということでここ狙い目は3番6番の折り返しから3着は流してということで挙げていただきました。ね、本日の困った時の長谷田の宮、ここ3号艇の小林選手まず本命にということで、だってこれね、はい、松村さん、モーターの2連対列見るとね、1,2,4,5 ってこれは 20% 台なんですよ。あ、そうですね、小林選手が 47% あるし、高田選手 54%、はい、この2人の数字抜けてるでしょ、すごいですね。はい、はい、ということでここはね、もう狙い目もねモーターでということで、もうなんかもう当たった気になってますからね。どうなるのか、はい、第9レース本日の困った時の長谷田のみ第9レース挙げていただいておりますので、ぜひ参考にされてお楽しみください。ということで4日目の本日も展望番組解説をしていただきましたのはスポーツ報知の長谷明成記者でした。長谷さん本日もありがとうございました。ありがとうございました。